アイアエ27プルキーアイアイアエ27プルキーアイアイアイ27プルキーアイは1946年にアルゼンチンの航空技術研究所で開発された Z 戦闘機である。プルキーアイの設計はフランス人技術者エミール・ド・ボアチンに率いられたジュアン・イグナシオ・サン・バートン、エンリケ・カーディル・ホッツとノーベト・エルモ・オーキオが所属する設計チームによって行われた。 胴体は、楕円断面のセミモノコック構造で、空気吸入口は機種に操縦席を取り囲むように設置されていた。胴体の内部容積を減らすために、燃料タンクは翼内に追いやられたが、このために、航続距離は大幅に短くなった。現存する、あやえ27プルキーアイ試作機の初飛行は、オズバルド・バイス中尉の操縦で1947年8月9日に、 行われた。本機の性能は不満足なものであると考えられ、そのうちに真に先進的でより発展性のあるフマアイアエ33プルキー2の研究が進んだために、プルキーアイの歴史は短いものであった。それにもかかわらず航空機種の中で、プルキーアイはアルゼンチンとラテンアメリカで開発、製造された最初のジェット戦闘機として価値のあるものである。 古き愛によりアルゼンチンは世界で5番目の自力でジェット戦闘機を開発した国となった。修復された試作機は現在ブエノスアイレスのモロンにあるアルゼンチン空軍の航空博物館に展示されている。ありがとうございます。